当たっ。先制奇襲、有利を思います。戦場を広く見なくても。おっしゃー、行くぜ。戦場に立つ以上、覚悟はできている。掃除に行くぞ。や、穴を開けてやったぞ。あと何度戦えばいいのかしら。なければ生き続けられないもの。アドラステア皇帝マイル。血塗られた道、私が切り開きましょう。ええ、任せてちょうだい。それ助かる。信じる者のため。
これで戦況が動く。邪魔はなくなりましたも、障害排除です。皆のため破れるできません。実力のうちだぜ。仕留める。はあ、未来のためも悪くない。花は残ってるかしら。生きるためとは。死なずに済んだ。さあ次だ。第ダーディー、カシ、生き延びます。戦い全て大義のためです。まだできることはありますな。驚きました。
何においても勝つのが大事よね。身になってきた気がするわ。戦いが終わるまで私は止まらぬ。このくらいで引いちゃ話にならねえ。邪魔する奴は残らず。助かるぜ。なければ生き続けられないもの。こんな状態に。
戦場を広く見なくちゃ。あと何度戦えばいいのかしら。どちらかが死ぬ様ね。戦いに終わりなんてあるのかしら。活躍恐れ入ります。先制奇襲有利思います。戦場に立つ以上覚悟はできている。ええ、任せてちょうだい。血塗られた道、私が切り開きましょう。アドラステア皇帝、バイル。おっしゃー、行くぜ。掃除に行くぞ。しない。まだせ。戦果積み重ね勝利します。あるかしら。勝たなければ生き続けられないもの。悪くない。さすがの活躍だぜ。立ち下がる者は必ず撃つ。どれ？死力尽くします。ブリギットの誇り見せました。戦場を広く見なくて。
り磨いて花は残ってるかしら。それハッカル。理解できたかな。狙い通りに進められているね。穴を開けてやったぞ。頼りにしています。ありがとう。戦いに終わりなんてあるのかしら。Thank you.
少し。力を私レ体が勝手に あんたに頼んで正解だったな。ねえカスパル、もしあなたがベルグリーズの家を継げることになったら嬉しいかしら。そりゃ嬉しいだろ。あ、でもそれって兄貴に不幸が起こるってことだよな。別に俺は兄貴のこと嫌いじゃねえし、あんま嬉しくねえかもな。気を悪くさせるかもしれないけれど、私はあなたの兄がろくな人には思えないわ。努力もせず
強欲で自分が家を継ぐのだと信じて疑わない男、そんな印象よ。ほんと正直なやつだな。まあ兄貴は確かにそういうとこあるぜ。だけど事情があんだよ。俺たちのじいさんが若い5歳に入れ込んじまって、そいつの連れ子ランドルフってやつに家を継がせるとか騒いだことがあってな。結局じいさんを無理やり隠居させて親父がどうにか後を継いだんだが、それ以来兄貴は自分の将来を奪われるのを極端に恐れちまったんだ。そうして世襲だったり自分の欲だったりを優先して後継者を決めてしまうから貴族は腐敗していくのよ。そのせいで帝国も衰退していく。おい、急に話がでかくなったな。まあでもそう簡単に変わらねえだろ。それはどうかしら。私は優秀な者が出世し人の上に立つ世の中を実現する、その時には貴族も今のままでいられるはずがない。いえ、いさせないわ、決して。そんな世の中が来たら俺はどうなるんだ。エーデルガルトが俺を評価して元帥とか軍務卿とかにでも任命してくれんのか。可能性はあるわね、その地位にあなたがふさわしいのであれば。だけれど。そっか、だとしても俺のやることはあんま変わらなそうだな。日々鍛錬して強くなって俺のこの腕で道を切り開く。俺の信じる道のために戦う、つまりあんたのためってことなんだけど。私のため？どういう。本陣でだろうと前線でだろうとこの腕全力で振るってやるぜ。よねえヒュー君、私思うんだけどね。なんですかな、やぶから棒に。ま、話くらいは聞いても構いませんが。私やっぱり道っていうのはよくわからないわ。うん？エーデルガルト様の波動のことですかな。ええ、そう。私は自分のことばかりというか、あなたとかエーデルちゃんとか先生とかみんなが理想のために戦ってる。それを否定するつもりはないけど、私には一人を思うので手一杯みたいなの。一人を思うですか。それで十分な気もしますがね。そうね、そう思うことにするわ。ドロテア殿、何か言いたいことでも。その奥歯に物が挟まったような言い方、貴殿らしくもありませんが。そうね、ごめんなさいヒュー君。最近よく思うの、エーデルちゃんがあなたに私と結婚するよう命じてくれないかなって。は？エーデルちゃんがあなたに。いえ、繰り返さないで結構、聞こえていますとも。私一人を思うのが手一杯って言ったでしょ。でももしあなたを思えば、あなたと一緒にあなたの望む未来を目指せる。あなたの選んだ道を私も理解できるんじゃないかと思って。理解するために結婚を言い出すとは、正直私の方が理解できませんな。それに私が結婚する理も。理ならあるわ。おお。エーデルちゃんの波動を共に歩む同士が一人増えるじゃない。それだけじゃ不足かしら。不足ですと断ずるほどの論拠はありませんか。そうですな、貴殿は我々の重要な仲間の一人で、戦力としても申し分ない。仮に貴殿が私のように動けるようになるとあらば、
それは素晴らしいことです。それじゃあ検討してみてくれる？元はといえばあなたのせいなのよ。眩しいくらいに主しか見ていないあなたを理解したいと思っちゃったんだから。考えておきましょう、ドロテア殿。リンハルト、少し知恵借ります。良いですか？ああ、ペトラか。どうしたの？私、先ほど狩り出ました。鹿、イノシシ他多く狩るでした。厨房そば運びました。そしてまさか解体を手伝うの？無理、絶対無理だから。血は無理なんだよ。いいえ、違います。解体、狩る、すぐ行うします。血、早く抜き、内臓早く外す。新鮮美味の肉、それ必要です。厨房運ぶ、肉すべての処理済んだです。そうなのか。じゃあ何？料理もそんな得意じゃ。私、燻製作る予定でした。大量の肉、保存間違いありません。しかし燻製用の薪、予定外不足します。していました。今から集める難しくあります。夜暗くなるしまうです。そういうことか。一晩くらいなら寝かせといても。熟成向かない肉あります。考える欲しいです。あなた知恵よく働きます。協力、私頭下げます。そこまで言われると困るな。そうだね。そういえば修道院内の崩壊した一角に高そうな机や椅子が残ってたよね。修理すれば使えるものもあるかもって捨てないでいたはずだ。高級な家具には奈良やブナでできてるものも多い。それらは立派な訓練材になるよ。本当ですか？素晴らしい、天才の知恵です。それほどのことじゃ。まあ修理できそうなやつは外して、壊れてるやつから選ぶといいよ。感謝するです。賢者リンハルト、さあ行きましょう。え、行くってどこに？家具選別、リンハルト得意でしょう。私力貸す望みます。それは面倒だな。いや、選ぶだけならまだいいよ。でもその後必ずそれを運ぶ仕事が発生するでしょう。勘弁してよ。すべて見通す知恵、素晴らしいです。ぜひ願う、恋願います。なんで君は僕なんかにそう何度も頭を下げて。分かった、分かったよ。僕の負けだよ。君のお願い聞いてあげるから。待ってたわよ、ベルちゃん。さ、そこに座ってちょうだい。え、あ、はい。あの、私、何されるのかな。もしかして何か恨みを買ってここで大いなる復讐を果たされるとかなの？何も恨みなんてないわよ。ちょっと座ってくれる？いいけど、暴力は反対だからね。ね。暴力って。ベルちゃん、私ね、ずっとあなたのこと気になってたのよ。私と仲良くしたいけど、お父様がって言ってたことあるでしょ。覚えてる？そんなこともあったような。何か嫌な思い出でもあるの？私に話せるかしら。そのここにはあなたのお父様はいないわ。大丈夫だから教えて。うん、じゃあ話すね、ドロテアさん。私、両親から
平民なんかと友達になっちゃいけないってしつけられたの。平民なんてゴミだ、虫けらだ、お前に取り入ろうとしたら踏み潰してやるって。ゴミ？虫けら？うん。でもね、私昔こっそり平民の男の子と友達になったの。それがお父様に気づかれて、次の日男の子は屋敷から姿を消してた。半殺しの目に遭ったとか、もう命はないとか噂が広まって、私一人ぼっちに。それ以来私は誰かと仲良くなるのが怖くなっちゃった。特に平民のことはね。そんな事情があったのね、エルちゃん。これまでよく頑張ってきたわ。もう大丈夫。私があなたにとって2番目の平民の友達ね。ドロテアさん。安心してベルちゃん。もしあなたのお父様が私を半殺しにしようとしたって、返り討ちにしてやるわ。帰り討ち？冗談じゃないのよ。歌姫をやってた頃には何度も恐ろしい目に遭ってきたんだから。私をさらおうとしたり、殺して自分のものにしようとしたり、とんでもない男たちが数えきれないくらい私の前に現れたわ。その度に帰り討ちを。すごいね、ドロテアさん。だから大丈夫。仲良く二人で頑張っていきましょう。うん、私頑張る。頑張りたい。あら、ペトラちゃん。何か調べ物かしら？はい、ドロテア。役立つ戦術調査するいます。相変わらず偉いわね。私なんか戦い続きでうんざりなのに。うんざり、わかります。戦争を早く終わらせる望むです。そうね、早く終わらせたいわ。戦場に出てばかりじゃ肌も髪も傷んじゃうもの。賛同します。髪傷む、結いにくい、大変です。ペトラちゃんの髪ってあまり見ない結い方をしてるものね。ブリギット独自のものなのかしら。ちょっと触っていい？はい、構いません。私たち一族伝わる結い方です。細かく編んだ髪をさらに大きな束にしてまとめているのかしら。手が込んでるわ。その言葉喜ばしいです。毎日時間かかる、編みます。毎日か。そりゃそうよね。このままじゃ寝れないものね。後で私にも編み方を教えてくれる？あなたとお揃いにしてみたいの。それでできるようになったら、今度は私があなたの髪も編んであげる。どう？妙案です。私あなたとお揃い嬉しいですから。私も嬉しいわ。私以前困惑しました。あなた近く慣れ慣れしい思いました。しかしそれ、あなたの優しさ、私理解した時感動するでした。今私あなたいない考えられません。大切な存在です。エトラちゃん、そんな風に言ってくれて私も感激よ。慣れ慣れしいって思われてたのはちょっと悲しくて泣いちゃいそうだけど。泣きそうですか？私胸貸します。冗談よ。でも本当に泣きたい夜があったら、あなたの胸
借りるね。はい、いつでも貸し出し中です。ちょっと、貸し出し中だったら私が借りられないでしょ。そうでした、私の胸売約済みですか。それもちょっと。まあ何でもいいわ、ペトラちゃん。あなたと話していると玉残しなんてどうでもよくなるわね。どうでもいいならあなたブリギット来ますか。え、戦争終わる、終わったら私のふるさとあなた見る望みます。そんなお誘いを受けるなんて、私ちょっと胸が高鳴っちゃうわ。ありがとうペトラちゃん、約束よ。